やば、眩しい。はい、どうもこんにちは、マークです。ちょっと今アメリカのジョージアにある有名な湖、レイク・ラニエルっていう湖に来てるんですけども、で、まあ、今釣りしてるんですけど、全くね、何も釣れなさすぎて泣いてるところです。もう今泣いてます。今すごくなんか多分2時間ぐらいか、 7時にここに着いたんだけど、7時から今9時半、10時半からパークが閉まるんですよね。パークが閉まって、でもマジでナマズが釣りたいんですよね。ナマズが釣りたいんですけど、まあナマズが釣りたいから、そのパークが閉まってもその粘りたい、続けたい、釣り続けたい。もうあっちでね、その竿2本があるんですけど、1本が豚のレバー使ってて、それが結構ナマズ釣れるらしいんですよね。だから豚のレバー使ってて、でもう1本の竿でそのなんか魚の切り身を使ってます。なんかハクレンっていう魚の切り身を使ってるんですけど、なんか食べる予定だったんだけどね。はい、そう、本当は食べる予定だったんだけど、ハクレンの切り身をなんかフライにして、なんか揚げて食べる予定だったんだけど、ちょっとね、時間がなくて、作る時間がなくて、それでちょっと腐り始めたから、まあ釣りの餌に使おうっていうことで今日使ってます。で本当にね、絶対釣れると思ったけどね、もう本当に絶対釣れると思いました。そんな切り身でめっちゃいいらしいよね、ハクレンの切り身って。ナマズは、だから豚のレバーめちゃくちゃナマズ好きらしいし、で豚のレバーで、ハクレンの切り身もめちゃくちゃナマズ大好物らしいので、絶対釣れるという気分で来てたんですけど、もう本当に2時間半経ったところでね、もう本当に泣いてます。今マジで泣いてるんですよ。はい、まあ、泣いてますけど、そう、これ2回目なんですよ。この間来てそのナマズ釣るぜみたいな、その他のチャンネルでマーク、シェフナップマークっていうチャンネルがあるんですけど、そのチャンネルでね、登録者数が1万8000ぐらいいってるんですけど、もうそれでね、絶対でっかいナマズ釣ってみせるぞみたいな、絶対もうそろそろね、でっかいナマズ釣ってみせるぞみたいな感じで、そのイントロを撮ったんですよ、動画の。でもね、全くね、今ダメなんですよ。全くダメなんですよ。これが1本、1本の竿で、これがハクレンの切り身で、ここが、これが豚のレバーで、全くね、なんか鈴もつけてるんですけどね、そのなんかが食いついたら、竿がヘッドバンギングして、それで鈴が鳴るわけですよ。で全くね、鈴の鳴る音で、全くね、鈴の鳴る音 しなくてね、もうね、悲しいです。でも今日釣れなかったら、明日ここには来ません。ここには来ません。他のとこに行きます。だってこれ2回目なんですよ、このスポット釣りしてるのは。で全くダメだから、多分家の近くの川で釣ろうかなと思います。まあそっちの水は多分こっちほど綺麗じゃないけど、まあしょうがないということで、まあ次回はそっちで、報告します。まあ何も釣れなかったらね、で何か釣れたら釣れてる様子をお伝えします。はい、バイ。